去年の4月のことがあったので、まあ、すごく不安なスタートでしたけど、まあ、本当に今年はいいスタートになって嬉しいです。そうですね、まあ、バッティングは、まあ、キャンプ前から、形も変えまして、オープン戦もすごくいい形で来られたまま、開幕は少し不安な気持ちで入ったんですけど、それを乗り越えて、1ヶ月、まあ、集中して、やらせてもらった結果、まあ、こういう積み重ねでなったかなと思います。今年始まる前、去年のオフの段階で肘も手術しましたし、まあ、その時にバットが振れない期間が2、3ヶ月ぐらい続いたんですけど、まあ、そこで一回、まあ、リセットというか新しいやっぱバッティングフォームを探して、作ろうと思ったんですけど、それがまあうまいこと、イメージとかが出来上がりながら、まあ、キャンプ振り込みもあって、いい形で取り組んでこれたのが、まあ、一番の要因かなと思います。まあ、一番として、まあ、凡退する打席もありますし、そういう中でも、まあ、チームの全員がそのまず向かっていく自分の姿を見て、チームがスタートするっていうのは感じましたし、その中でもやはり相手ピッチャーに対して受け身なやられ方をしたくないっていう思いでずっと、まあ、最初の試合前は準備して凡退しても勢いがつくような凡退の仕方、まあ、そして結果が出ればその後つないで続いてくれるっていう打線になってるんで、まあ、自分の役割としてはしっかり明確になってやってる結果かなと思います。まだ試合数とかそういう最後の200本まであと何本っていうのにはまだまだ遠いですし、まだ目標とかそういうことをもうそこに置くにはちょっと早い時期だと思います。3月4月はまあこういういい形で来ましたけど、まあこれから1年間戦ってくれたらいろんなことがあると思いますし、まあその1打席っていう集中力だけ持って、まあ、これからもやっていけばいいかなと思います。まあ1番で使ってもらってる以上はやはりチームに勢いをつける、そういう1番バッターでありたいと思いますし、チームはこう今は首位っていう位置にいますけど、まだまだ30試合ちょっとなので、まあ、それもずっと勝ち星の積み重ねで優勝だったり日本一っていうのにつながっていくと思うので、もう目の前のことにもう全力でやっていきたいなと思います。3月4月月間 MVP に選んでいただきました秋山です。まあ、チームは、まあ、今首位にいますし、これからもいい形で試合が続いていけるように一番としてしっかり仕事をしていきたいと思いますし、まあ、これからも、しんどい試合が続くと思いますけど、まあ、いろんな方に応援してもらって、頑張っていきたいと思いますので、これからも声援よろしくお願いします。